マクドナルドのクォーターパウンダー500円のシリーズ出しましたね。それでもプレミアム、そう思ってたら限定で1000円のもの出すみたいです。ゴールドリンク、パイナップルが入ってるみたいですね。特別パッケージで1000円。無事店内入って買ってきました。店内空いてますね。ドライブスルーが混雑してる。もうめっちゃくちゃパニック状態でしたね。買ってきました。こんな袋に入ってますね。こんなの初めてじゃないですかね。なんかこんなゴールドのリボンもついてる。株主総会とかに出ると入ってそうな袋。これがゴールドリングですね。すごいな、これ。大きさすぎる。これ何が入ってるんだ？Mac ってあの iPod とか iPhone とか。まあそこまではいかないですけど、すごい。凝ってるわ、これ。すごい。すごすぎる。何これって感じだな。こりゃすごいわ。もうすごいすごいとしか言えないですね。具もすごい。厚切りベーコン。パイナップルも入ってますね。なんかチーズも普段使ってるものとは違う。今、こう開きましたけど、香りも全然違う香りがしてくる。まあよかったですね。店内で食べなくて、外とか車の中で食べて。多分店内で食べたらこの要素はわからないですね。かといって家に持ち帰ったら冷たくなっちゃいますし。トレー付き。このトレーもなかったはずだから成形したのかな。すごい。マックじゃない。これマクドナルドじゃないですね。まずフルーツが入ってる。このパイナップルもなんか今まで食べたことないような濃さですね。こんな濃いパイナップル初めてです。ベーコンもこんな厚いの、まあ、初めてですね。だいたいベーコンって薄く切ってありますからね。数量限定で、まあ出した。まあ当然これが売れること、それも期待されてますけど、まあ他の商品が売れる起爆剤になってほしい。そんな感じなのかなと思いますね。カンフル剤ってやつかな。あと店内、イートインしてる人、二人ぐらいこれを頼んでる。もう一発でわかるんですよね。これをテーブルの上に乗せて食べてる。お、なんか特別なもの食べてる。あれは何なんだ。それレジに並ぶと、ゴールデンリングとデカデカと書いてる。数量限定。あと2回ありますね。合計3回。トリュフが入ったものとか、なんかとんでもないもの。そういうものありますね。ファストフードというと、何か安売りの方向に流れていく。その流れにブレーキをかける。そういう商品なのかな。このハンバーガー。プロモーションにコストをめちゃくちゃかかりすぎだと思ってます。割に合わないぐらいの。ということは、それ以外の別の効果。ソーシャルネットワーク。私がやってる YouTube、Twitter、Facebook、LINE とかいろいろあります。そういうのでばらまかられる。そういうところを狙ってるのかな。そう思いましたね。今回私の動画見た人、もう間に合わないと思います。だから次回、ぜひ楽しみましょう。商品紹介のパンフレット。こんなの入ってますね。こういうのいいですね。食べた記念になる。あとはカード。商品紹介のカード。凝ってますね。このシリーズ楽しみですね。